黒岩横穴母群は埼玉県引き郡吉見町にある横穴母群である。1925年3月31日に埼玉県の史跡に指定された。灌漑用の人工沼である八丁湖の北側、公園の外れにある。業界岩の岩山の斜面に多数の横穴が開け穴している。古墳時代後期終末期に作られたものと推定されているが、 学術的な調査がほとんどなされていないため詳細は不明である。地元では16穴と呼ばれることもある。これは1877年に地元の有志により初めて16基の横穴が発見、発掘されたことに由来する。現在では30基以上の横穴の存在が確認されている。観光施設ではなく公園とは 低い柵で仕切られているだけなので、横穴がある岩山には容易に近づくことができる。ただし、十分な管理がなされているわけではなく、季節によっては周囲に草木が生い茂る。約 2.5km 南西には著名な横穴母群の吉見百血がある。黒岩横穴母群は吉見百血よりも大規模で500基以上の横穴があるのではないかと推測されているが、 十分な調査はなされていない。また、そのほとんどが未発掘のため、保存状態は、吉見百血に比べて良好と考えられている。ありがとうございます。